に撮ってます。皆さんどうでしたか？はゆみさんの声がとっても素敵だったよ。いい話を聞いたな。そっかそっか、よかったですということでアフタートーク、この方も来てくれてマスコットキャラとか連れてるんですか？あ、皆様お聞きいただきありがとうございます。ユーファルー役のはゆみさおりです。こちらにもお邪魔します。いらっしゃいませ。あれ、ファンの方かな？コーサー友よです。本当に今まで長年友よちゃんを見てきて初めて見る。やっぱね、女優さんやわ。そうなんです、ね、その一面もあったとはね。優しい、もう、ま、優しすぎて辛い。というわけで、はい、アニメの話とかね、歌の話とかいろいろしてきたんですけど、ね、まあじゃあもう宣言もしちゃったので聞きましょう、うんうん、おわあ、そう、誰がいいですか？難しいよ。どれがいいですか？ちなみに私の答えは、うん、誰とも付き合いたくないです、うん、あ、その選択肢もあるんですか？もう私が儲けてしまいました。その心は、え、ドイツも嫌じゃない？いや、ドイツ、突然のドイツ。いや、ドイツも嫌か、まあ、ちょっとみんなしんどくない？一癖あるよね、みんな。ちょっとみんなしんどいな。私は吉沢亮がいいんです。ちょっと待って、だ、おかしいでしょ。だってカナダのアストラメンバープラス吉沢亮さんの選択肢おかしいでしょ。そしたらなんかちょっと何でもありになってくるよ。私は吉沢亮しか無理なんですけど。どの時間軸で話しちょっと今みんなもう時空の狭間にもうすごいことになってるから。でもぜひ沙央様はこのメンツの中から選んでいただきたい。そうすぎる。すごいな。シャルス・カナタ、シャルス・カナタ、ウルガ、ルカ、ルカ、4人、あ、あとザック、オザックさん、オザックさん、吉沢亮さん。え、亮はダメです。あ、じゃあでも私のそういう先入権もあり。そうです。そうですか、そうだな、難しい。いいとこ取りしたいな本当は。あ、かなたの、うん、そのかなたさんのその熱く進んでいくところとかやっぱ惹かれません？おお、はい、ちょっと響いてないな。あれ、はい、そしてそしてそのオザックさんの冷静沈着な、うんうん、あの自分がわたわたしてる時に助けてくれるところも欲しい、うんうん、しシャルスの、うん、あのちょっとホワワンとしたところで癒されたい。あれ全部響いてない。全部響いてないぞ。そしてルカのあのなんかこう愛らしいツッコミを受けたい。あれ、これも。ここはちょっと分かってもらえるかと思ったけど、これもかな。ウルガーは、ウルガーのからして、ウルガーのあのでもやっぱり落ち着くじゃない、一緒にいて落ち着くところ。ユーファ的にもね、まあユーファちょっといろいろ言われたりもしますけど、ね、でもなんかこう一緒にいたら多分無言でもいけそうなところ。あ、確かに、とかいいなって思いますな。難しいな。優しいね。でもいや、優しいけど優柔不断になってますね今ね。裏を返すと誰も嫌だってことじゃないですか。大丈夫ですか？一人に絞れないってことかもしれないぞ、これ。全員友達っていうパターンないですか？あれ、今ちょっとそれに気づいてしまいましたね。いや、ちょっとこっち側なんじゃないですか？あれ、今、友よさんサイドに立ちました。しょうがないなー。あれ、友よさん。週の半分は寮を渡します。どういうことなの？すごい、もう友よちゃんと吉沢さんの関係性が気になる気になる。私が一方的にずっと言ってる。愛を言ってるんですね。いろんなところで言ってる。でも言っていればね、もしかしたら、え、結婚？いや、残念だからそれはちょっと分かんないですね。まあ、あの5000に12光年離れてますからね。そっかー、やっぱ遠すぎますね我ら。そっかー、残念だなー、はい、というわけで、まあ、コーナーどうでした？コーナーも楽しかった。どっちが好きだった？やっぱしりとりじゃないですか。出た、しりとり。しりとり面白かったな。あれすごいですね、うん、本当にみんなが送ってきたんですか？ね、流行ってるんですかね。流行ってんの？どうなんだろう。 TikTok で？わかんないけど、だって2人でしたもんね、ペンネーム、あの送ってくださった方2人から。あ、合体したのか。うん、もうどんどん入れてくるよ。もうどんどん、なんかそういうことですよ。ペンとパイナッポーみたいな感じで。
も私ねちょっと話変わりますけど、一個このやっぱ聞いて皆さんが聞いてるところでありがとうと言いたいことがあるんですよ。何ですか？あのね、このアストラのアフレコ中にちょうど私がね誕生日当日かな、違うか、まあ、誕生日付近の時があって、うんうんうん、その時にともよちゃんがみんなにね、私に内緒でみんなに連絡を取ってケーキを用意してくれて、サプライズでアフレコの合間にお祝いしてくれたんですよ。やだ、本当にありがとうございました。そうなんです。そういうなんかちょっと気の利くところあるんです。そうなのよ。自分で言うな。そうなのよ。優しい。いや本当嬉しくて、優しさが辛い。嬉しかったよあれ。いやよかった、ありがとう。なんかほら、そっとしといてくれっていう方もいらっしゃるじゃないですか、うん、だから、うん、ちょっとどうしようかなと思って悩んだんですけど、あと食べられないものないかなっていうのもあって全然なかった、うん、なんかねみんなでやったんですけど、ありがとう、すごかったですよ。座組からの愛が、サオ様への、ありがたいですね。絶対でもケーキ買ってきて、うん、私は普通におめでとうで出せばいいんじゃないですかって言ったら、うんうんうん、ダメ、こういうのはね、こういうのはね、トムちゃん、トムちゃん、あれ、よしますさ、細谷、もうね、ちゃんとしなきゃ、ちゃんとしなきゃいけないんだよ、こういうのはね、本当にあれ、みんながみんなで、みんなでやろう、みんなで、みんなさん、出てきてください、みんなで、みんなそうだったんだ。そうって言って、そう、私がお手洗いに行ってる間に、うん、皆さんがその控え室みたいなね、まあ、待機ブースの全体に隠れてくださって、ケーキ隠してろうそくつけてみたいな。嬉しかった。もう手洗いから出てきたら真っ先に、うん、入り口のドアに向かってただ立ってる細谷さんに出会ってえって思って、アフレコ中の合間の休憩で入り口のドアに向かってただ立つっていうことあるって思ってないですよね。なんで立ってるんだろうって思ったらサプライズだったんだけど、すっごい下手くそで細谷さんがそうだな、下手くそなんかあのドアの本当、うん、ドアに向かって閉まってるドアの15センチぐらいに鼻先が来るぐらいの近さで、そうそう、どういう状況っていうね、まっすぐ立った状態でみんなにまだ来ないよ、まだ大丈夫その状態で来た来た来たって言うから、みんなもうサオ様もえ何ですかってなっちゃって、もうなっちゃったじゃん何ですかってみたいなだってちょっと異様な空気だったもんね。面白かった。でもありがとう、嬉しかった。みんながサオ様が大好きだったって。いやいや、ありがとうございました。本当に感謝、感謝で、感謝です、こちらこそ、はい、ありがとうございました。終わり、終わりだ。やだ、あ、すごいね、された、え、権限を持ってるんだあるしね。だってともよちゃんがこの最後の文を読まなければ、うん、もう終わらないっていうあれを持ってるんですね。そうなんだ。いや、そうですよ。やだ、あ、まずい、これ気づかせてしまったぞ。ちょっと待って、頭が書いちゃったから、読めって読めって言われてるよ。もう直接的にね、直接的にペンで刺されてるから、ここを呼びましょうって。あ、丸されちゃった。サインペンでついに丸まで。はい、アフタートークはここまでです。あ、はい。名残惜しいね。ありがとうございます。ありがとう。まだね、アフレコもちょっと残ってたりするので。そうですね。はい、最後までどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、ここまでのお相手は、はい、キトリーラファエル役。黒沢とも言うと、はい、もらい泣きしちゃうわ。ユーファルー役の早見沙織でした。バイバイ。